はい、曲準備が整いました。始まりましたね。始まりましたね。画面多分すぐ映ります。一年ゲームだな。できることない。辛口の解説を今から始めますね。我々がするんですかね。もう、もう抜いてもらってるんですね。でも辛口でも難しないですか？いや、任せてください。来ました。辛口だ。いや、もういや、お前らもう。お前ら絵づらいからもうさっさと。どういうことですか？うん、中村さん声だけでいいからね。そうですね。うん。さあもうね、配信やのにこれね、もう見えへんということでもありえないですね、まず。そうそう、まずね、手が邪魔や、まず。そうそう、真ん中に、左手の拳をやめてほしい。で、ちょっとニットが邪魔やね。うん。手触れてるね。ハイパーけど、みんなこれちょっと良さそうな。もうちょっと左寄せ、左に。見えへんわ、みんなに。これ、あれですね。誰が、お、リコちゃん、これ、カンロになりましたね。さあ、これは。どこ悩んどんねん。さあ、いけや。それはちょっと違う、それはちょっと違う。やからですよ、これ悩みますね。いや、これ悩んでるというか、今、左に寄せピースとかしてます、みんな。いや、見てへんから。誰も見てないから、もうそんな。顔抜かれてない。関係あらへん。これドラとか出えへんもんな。おっと。お前や。うん。まあ、ドラは青です。あれ？今まあ、準備してますね、多分。この配信というか。あ、できましたね。さあ、できました。何を切りましたね。捨て牌ちゃんとせえ、つけろ。そう。あ、これね、準備ってね。松本に助けられてますね。まだそこなん。まだそんな場面行こうな。いや、でも頭どれにしようみたいな感じだね。さあ、これで、あ、ギリ。さあ、ポン。あ、ポン入りましたね。うん、カチャカチャすんな、もう。電波いいです。あれ、うん。イースーその電波いいと。いきなりで。おー、追っかけ。で、ここでどっちも当たりの愛ちゃんがいます。3もスーソも。さあ、どうさばく。中指ボンバー来てます。中指ボンバーやめ。俺も中指やからさ。一回見えへんようにする。やめやめ。うん、これ愛ちゃんの、愛ちゃんのこの回りっぷりみたいね。ああ。ビビリ長。腕につけてボテボテしてる。そう。辛口。難しいね。はい、だって、けなすしかないもん。やっぱ、ミスっていうミス見つけたら、いや、これはないですね、が辛口だと思う。うん、ちゃんとせいはちょっとちゃうかなって思いました。マナー面の問題しか言えへんもんね。マナー面で、そこまでまだ悪くない。そう。せいたろ、しゃべれやないし。しゃべろうかな。そろそろしゃべろうかな。しゃべってくださいよ。なんかこう、生き方とかはなんかこう、あんまこう見てても説明しにくいやろ。そうです、ね。親と、なんちゃとちゃ、誰が親で、誰が、なんちゃで、誰がしゃちゃだけちょっと伝えてあげてください。今、親は、ミルちゃん。ミルちゃん。ミルつけてる、誰やろ。ミルちゃん。ミルちゃん。ミルちゃんが、親。なんちゃが、アイちゃん。アイちゃん。で、シャーチャがリクちゃんになってますね。と、2曲になってます。ドラウーピンです。手振ってますね。早めの動きのドラを早めに話しましたね。まあ、プレッシャーを与えようとしてるんでしょうね。そうですね。ここ仕掛け家仕掛けていって。いや、そこでイソ切るんやったらウピンって高いの。チーピンですよね。チーピンがすぐそうよ。ねえ。なんか喋ってくださいよ。喋ったらいい。いや、ここで聞くことじゃない。全然テンパりません。でも、ここで老朽ピン入りましたね。ここで老朽ピンになりましたね。めちゃくちゃ老朽ピンっぽい老朽ピン。あーあサッと打つ範囲ではない。ノータイム。それはサッと打つ範囲ではない。ああ。二役だけやけど。嬉しそうやな。めちゃくちゃ老朽ピン刺されそうなところに。ロー7って聞いてるとこ6なん。さっと落ちるよね。もっと上がるな。あのローピン打ってるようじゃダメですね。そうですね。
しかも今受け的にもいいピン切った方が広かったんじゃないですか。ま、前の順目の時点で。はい。どっからローピン切ったんですかね。ほんまに確かに。しかもノータイムでね、うん。シャンテンプッシュですらなかった。そうですね。リャンシャンテン。1秒も止まってなかったです。あり。お、いいシャンテンになりましたね。スイピンと何でしたか。ミス中ミスなかなかしないでしょ。正直。パス見とったよみたいな。サブロソチーピンのイーシャンテン、チーピンでいつ、お店の権利かかってますかって聞いてますね。誰かの丸坊主はおもろいじゃないの。誰かの丸坊主、はい。一番似合いそう、ね、何を見せと見る。邪魔や。やっぱ大御所来た大御所。ね、ね、この子ら分かってるんですかね。1時間これを見せられるっていうね、この視聴者の気持ち分かってまで思ってんのかな。まず分かってないと思いますけどね。誰が楽しいのかな。ちゃんと打て。ふわふわ邪魔。まあ、これでまあ言うたらリンパイ代表をかけたね。戦いが始まりましたね。そう。これだから僕見てると、ミルちゃん敗聖ですね。そうですね、さ、まあ。敗聖だけに頼ってるとこありますけど。サブロソ先輩。もうさあ、リクちゃん、ね、もうそんなさっさと入れ、そんな、そこに時間かけんな。お前、そういうとこやぞ、ほんまに。何やってるの。もう取り上げられた。なんで押すの。これなんでだろ。なんで押すの。アホか、9歳の歌へん。もう絶対牛座やろ。何しに、これなんでロースやねん。なんでロースやねん。病気。いや、もう6、6、もしかしたら、もしかしたらやけど、ほどこしかもしれん。いや、だから、9層のシャンプーあると思う。9層バニー2枚がれ。そうやねん、それ俺も見て。そう、意味わからん。うん。なんでロースやねん。リクちゃん、これわざとちょっと言われる打牌のレベルですよね、これ。いや、でもあの子は、あの自分、結構ナルシストタイプやと思うんですよね。いや、それは分からんすけど、その辺はね、分からんすけど。いや、僕ナルシストタイプ。だからやっぱり、やっぱ自分は最強でいたいっていう感じのタイプの子やと思うんで、今のはナチュラルにミスやと思います。で、今、もうすごいメンタルすごく、あ、やってもうたと。やってもうた、恥ずかしい気持ちでいっぱいで、今、ほわほわして、周りが見えない状態になってますね。さあ、これ誰がトップ取るの、うん、これね、多分ね、女の子多分分かってないんですけどね、あのベベの人丸坊主ですからね、これ。今日はい、そうですね、バリカン入れますんで、うん、あのリンパイの3位は丸坊主ですからね。さあ、愛ちゃん、これバスを切って、まあね、この辺はね、誰もミスらないとこなんで、まあね、みんな今ミスるね、手順というかミスる牌すらまだないんで。そうですね、あの女性の方でね、麻雀なんかこいつすごいなってやつなかなかいないですよね。ないですね。なんかみんなあのこう安定を求めるというか。あ、それはね、けど正直出会ってないだけちゃうんかなって思いますよ。なんかオリジナリティあるやつなかなかいないし。ここで選択入りました。さあ、バーソー。バーソー。バーソー。リコちゃんね、ちょっと実は緊張してますね。多分テープル。緊張してて、まあ言ったらまあ。まあ、初心者にミスってるやん。いや、まあ、初心者にありがちな、こう、統一ができちゃうっていうね。いっぱい持ってる牌切りたくない。あと赤い牌と。そう、赤い牌と、ね。さあ、こんな空切りいらん、ほんまに。ペイはどうすんのこれ。時間かかるだけ。さあ、4チリ。お、これ4チリを見据えてましたね。どうすんの。さあ。今のはな、何でやねん。これチートイツ。一番、チートイツ。チートイツやけど、一番中途半端な言ってる。中途半端どころか、キューピン漫画にバニ3枚枯れです。まあ、これは、アンパイを残したんですよ、きっと。あ、なるほど。チートイ、おっと、さあ、ここで、アイちゃんもちょっと変わった手順にしました、ね。で、キュウソがもう一個来て、悩むと。いや、でも横に置いてないっていうのも気づいたかもしれない。さあ、ここで。あ、ここで、さあ、さあ、サブロソ、あれね、イーソーとウソーね、本来逆逆やから、ね、いや、この前だ逆切りは言ったら、分かるやつからしたらサブロソ止まらん時ありますからね。そうです。さあ、出てきた。サブロソ、さあ、テンパったら何でもリーチ行くよ。何でもリーチやわ。このリーチした相撲を持てますね。そう。ほんま
まに。あ、いけるいける、もう、もうそ、辛い。そう、おっ、そう、硬い。硬い。硬い。うん、これ ね、上がり目ないんでね、ほぼ。アイちゃんのリーチね、酸素は止まるけど、ローズは止まらんタイプって言ってますね。リズムに、3。どうやねんと。長屋と、と。うん、お前ら髪の毛一本抜いたろっかと。ね、さあね、これドヤーしてますけどね、キリジュンね、もっと熱く持たなあかん場面だよっていうのはね、分かってないでしょうね。気づいてないし。うん、で、親が来て、さあ、さあ、すでに怒ってる感がね、ちょっとありますね。いや、もうここしかないと思ってるでしょうね。あの、日頃の鬱憤をこう、ね、羽つもで、リク、おい、飛ばすぞと。なるほど。お、何私だけに解説ずっとやらしとんねんと。あ、じゃあちょっとなんかしゃくれてますね、今。あ、しゃくれてますそこまでディスる。なんで今、グー、あ、こうグーって出してるんでしょうか。そう。まぁ、あ、ちょっと真剣な顔して、笑ってますね。リクちゃん、これ以上のミスは見せてほしくないですね。お、めっちゃ、え、これリリー、リリーさあ、リリー、いや違うわ、違う、ハイさばきだけ見てたら、あの、ミルちゃん一番ハイさばき綺麗ですね。そうですね。このえ、やっぱ、優勝者を輩出したテンポさんの代表さん、テンポさん、どうですか。誰が今、なんか言ってました、聞いてました。誰が、リクちゃん今ちょっとリクちゃんがね、後ろでね、やらかしまくってますんで。俺、一旦飛びますね、絶対。じゃあ、ここでね、ティード予選ですね。はい、じゃあ、なんか食いながらやってますね。もうこの時点でありえへんですからね。エキシビジョン開催でんのにガム食いながらやってますからね。しかも、抜かれてなもんて、もうもぐもぐしてる。ほほー言うて。暴れてる。これみんな見てくれてるんですかね。あの、ちょっとコメント欄が全然来ないんで。まあ、こんなしょうもないマージャン見せられてね。コメント欄なんか伸びるわけないじゃないですか。こんなもん放送事故ですよ、放送事故。もうちょっとキャッキャするかな思ったら。するわけないでしょ、こんな。うん。そりゃガム食うわね。放送事故、放送事故、こんな。長いこと見たら目腐りますからね。おったおった。見てるだけで目下がる。うん。目下がる。さあ、リコちゃん一気に正面に行った。これなかなかこう、チートイね、テンパラの時は。そうですね、ハイパーいいじゃんってやったのに、なかなかテンパラの。これ、チーソー切れるかな、チーソー切れるかな。これぐらいわかるやろ。さすがにチーソー切る。これぐらいわかるやろ。何悩んどん、正解。正解。正解しました。さあ、リコちゃん、一気に寄せていく。おっと、テンパイ。テンパイ。さあ、先輩入りました。いいそう。さあ、場に熱い方の色を選択しましたね。なんでか分からんけど。そうそう、すごい参りました。すごい。キューピンで取っちゃいそうな捨て替え模様やけど。すごいな。めちゃくちゃやな。これけどすごいな。積もれました。さあ、かわいい子おらんのかいや。でも全員かわいいです。かわいさで言ったら全員かわいいです。それは間違いないです。はい、そこはもう間違いないです。全員可愛いです。まさかこのまま飛ばへん。いや、なんか僕が一番可愛い言ってましたよ。あ、それはね、あの、まあ、僕が一番可愛いのはもう否定しないです。うちのお母さんもね、絶対それ言うんで。仲間が一番可愛い。あ、ちゃう。仲間親に、親に仲間って言われてるやつ。おめんやと。このメンズがちょっときつい。さあ。さあ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 。さあ。入りますから。お、そう、青が、青が、さあ、これも一気に、そこへ、もうシャンテン数、シャンテン数だけでいきましたね。あんまり、もうなんか、虚しいですよね、今の。さあ、あ、ちょっと、うますぎる、うますぎる、テクニック。見えてる、見えてる山を。これはすごい。ズモ感すごい。さあ。すごいな。いや、ちょっときつい。あの、コメントの方も辛口のコメントがちょっと参ってますね。そうですね。あの、まあ、辛口のコメントちょっとお願いします。かわいい、ご覧の会。あの、麻雀の手筋のことに関してお願いします。顔に関しては、ノーコメントでお願いします。そうですね。もう、あの、顔は皆さん可愛いんで、あの、麻雀のことだけお願いします。そう。まあ、ニッキーいるか、リャンソン。まあ、平田君。もうね、転換系ないんでね。今の何持っとんねん。お茶見えへん。ちょっ。さあ、さあ、チビンゲルか。もうまっすぐ行きましょうと。もうね、手もないんでね。そういうことですね。
青やしね、まあ、しっかりね、まっすぐいけてる感じがします。さあ、ここで何切る？さあ、これバースを切るか、E ピン切るか、急走を浮かせて打つ、これおしゃれ。さあ、E ピン。さあ、スーチーソー、二度引きサブロー、今日出してましたね。さあ、つも、さあ、三面じゃサブロー遅いぞ、つも、リズムブルー、1、2。マンガーン。さあ、ヒットハンチャン目が終わりました。終わりましたね、これ。あ、違う、まだ先手残ってる。飛んでるじゃん。そう。飛んでる6000点持ちからマンツモで。え、でもマイナス1000点でスタートしたの。あれ、お前、何やこれ。4000しか持っていかなかったから。あ、ほんま？あ、終わりましたね。さあ、ヒトハンチャンメが終了しました。まあ、これで1回トップを取ったら。さあ、ミルちゃん、マージャンは強いが、腕になんかもうゴツゴツした、いろいろつけてても、なんかもうすごい。左腕のなんか負担すごそう。うん、そうね、こう数珠2つ左手に、で右手にも数珠、数珠マン、首にも数珠マン、数珠マンがドラ。見るこの角度を止めるアドバイヤー。障害してない、大丈夫。当てる？当てるね。障害はしてなさそうですね。そしてね、あの名札がね、もう恐ろしいぐらいの手書き感。さあ、皆さん、ハイパイが良くない。さあ、誰が仕上げて上がるこの左手何あんだけ解説しとる。分からんねやあ、直した。なんで上に置いた、一体今問答っぽく。問答っぽくやな。何積もってきたか分かりやすい。さあ、ここで選択。さあ、いいピン。3枚ある。さあ、この酸素埋まる。さあ、チューン。まあ、平たく平たく。今までミスは何もないですね。チューン投げました。さあ、チューンポン。ロケソン2度受けが残ってるのがね、ちょっと厳しいかなと。そうですね。泣く必要はないと思う。泣く必要ないのはちょっと。トンバ終了らしいです。トンバ終了。トンバ終了。さあ、これ、トンバで終了です。時間的にトンバ終了。はい、時間的にトンバ終了です。もうね、やっぱこんなマージャン見てられへんのも。意味のないマージャンってなってるんですかね。なってますね。さあ。トン。さあ、ここはリャンピンでしょ。はい、リャンピン。正解。耐えましたね。耐えましたね。はい、さあ、ミルちゃんのつもり方、おっさんみたいですね。中指もパイでパンって切る。二度受けのとこ払うんですかね。そう、いやもう入ったやつちゃいます。そう、その日記。さあ、ローピン。さあ、これは3層に手をかけてほしいかな、さすがに。そう、頭固定して。まあ、もうこれ全然ありやな。いや、これありありあり。全然あり。これはもう正解むずい。今のところミスなの。3ピン切ってなかったね。さあ、パンピン。さあ、ここで、それはない。それはない。これはない、これはない、はい、これは意味が分かりますよね。これはびっくりしましたね。さあ、あの受けを狭、あ、これね、受けを狭くして積も力を上げるっていう打法かもしれないですね。さあ、ミルちゃんはテンパって何でもかんでもリーチしたら済むと思ってもリーチしてますね。さあ、音やる。これ逆にやる。さあ、これでパーピンを切る。さあ、まださらに小さく受けを狭くしていって積も力を上げる技を使っていく。なるほど。すごい。これはね、あの結構使える人少ないです。まだできないです。そう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 。受けを狭くして。そうそう。積も力を上げていく技ですね。さあ、取られたチーピンと。まあ、一回切ってますからね。そうですね。あ、チーピン、降りて。なんだ。なんちゅうだはや。さあ、ここで何を受けるか。さあ、このスーソー、スーソーかな、スーソーね、現物なんで、一旦スーソーでおしゃれにね。さあ、これでスーソー、チラ。さあ、多分これちょっと赤城を見すぎてますね。ちゃんたに向けるってことですか。そう。さあ、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 ここで残ってる。そんな、何にもない範囲をバタバタする。さあ、西、さあ、リグちゃんも止めてた。さあ、これね、実は手上げたただの腐れペチピンリーチなんですけどね。リーチ2丁の。さあ、ナムル。さあ、よそ。よそ。はい。さあ、いそ。もうね、ほんまに見る価値がない。さあ、何言うの？もう、うるせえ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 。行くか、もうそこ行くか。プッシュ、プッシュ、プッシュ、プッシュ。うるせえ。さあ、これ、僕
僕初めて見ました。浮きを狭くしてつも力上げてさらに振り点にしてもっとつも力上げる技です。すごい、初めて見た。これが噂に聞く。あ、まさかの。まさか。オガテン引き負けた。リーズも2丁。なんやこれ。5点そっくり。いやーすごいなーけど。今のはね、けどリクちゃんの技ありでしたね。すごかった。今多分卓上では、私これで回って言うて、オガテン引き負けたわってやってるでしょ。お、回った、はいは当たってない。回った、はいは当たってない。オガテンにしたんや言うて。みや、どうや見てみろみたいな。何やねんそのマッチ言うてるでしょうね。何でもかんでもテンパったりしてるやん。言うてそうですね。そうですね。もうこれなんかそんな感じしますからね。まずどうせテンパったりいきますからね。すぐ行く。今のウーストプッシュはしびれましたね。しびれましたね。だからいろんな技が重なって条件はできましたから。次自分チーピン積もる番ですから。まあああなったら。一回上がってますけど、振り点にして、だから一回上がったらやっぱ先に上がっちゃうとね、リーボー損するんだよ。ああそうです、ね、他人のリーボーを奪っていく技もすごいな今のリクちゃん。3つ4つの技複合なんで。よくかけとってよくやったんですよ。そう、こうやって見るとね、まだ愛ちゃんはあんまミスないですね、実際。りくちゃんがすごすぎて、なんかこう、技ありすぎてね。おっ、そう。さあ、中央切る。さあ、染めない。染めない。染めない。さあ、何切る。さあ、また、また、おっと、今度はカッコつけて、カッコつけてテンパ外しましたね。カンちゃん外しましたね。さあ、出てたなんで。うまい、うまい。さあ、ダブドラを統一にして、さあ、これめっちゃうまいですね。ただ、ただ Q1 がないけど。うえぇ、逆に、ダブドラを切っていく。さあ、さあ、うまい。まあまあ、ワイドにワイドにね。そうですね。ただ、リクちゃんね、これ、打点見ないんやなっていう。はっ、でもやっぱりテンパったらいいじゃん。小僧ジビン、アイちゃんどうするかね。アイちゃん、ローソン、あ、まあ、現物、そうですね。さあ、スジビン、ツモールかなと。ツモーラー、アイちゃん。そう、アイちゃん、そう、ブシュ、ブシュ、ブシュ。リクちゃん、テンパってないか。そう、リクちゃん、スジをプッシュ。スジをプッシュ、プッシュと。ね、リャンソーね、先切れてるんでね、換算層とかね、あんまりないですからね。当たるんやったらシャンポンの時、シャンポンの時もね、結構薄いんですけど、そう、ここで。積もる力を上げる。積もる力を上げていて、さっきのチーピンを今積もっていく。さっきや。ああ、ウービンシャンポン。これはね、けど、Q1 が2枚枯れてるんでね、ちょっと難しかったですね。仮にね、ウーピンと Q1 で負けてたら、それこそまた言われますしね。これはまさかチーピンが出る手順を今踏みましたよ。え、これ、お、さあ。ここで赤いウーピンを。さあ、センス、センス。現物無難ですね。イービンぐらい行こうやっていうね、硬いですね。うん、さあ、さあ急に青が来て、なんやこの牌と。めっちゃ気持ち悪い牌。めっちゃ気持ち悪い。さあとりあえずね、けど天牌の形は残しつつ勝負行きましたね。そう、これで青いかへんにやったらパーピンター。さあ青が来ました。これで青切れますね。さあプッシュ、切れるんかーいと。リクちゃんするかーいよ。さあリクちゃんはリクちゃんで、リクちゃんは多分メンツ嫌いなんでしょうね。縦信者ですか。さあここで仕掛けてテンパイ入れる。イーピンチーピンのテンパイ。さあここでテンパイ、さあこれ壊すのか。さあこれで789となったが、チートズイシャンクなんで78はいらないと。ただスーピンがあと山に2本。さあもうね、全部プッシュするでしょ。これチーピン下げて相手上がりそうですね。いや、チーピン空なんですよ。じゃあもう空ですね。うん、相ちゃん空なんですよ。イーピンは順からです。え、イーピン1回目の1枚ぐらい。いつ部分か。空です。うん、これじゃあスーピン引いてて降りて、スーピン下げたよっていう感じですね。見てこれ言う。そう、大相撲高め。ああ、ナイスポン。さあ、何でもかんでも上がってると。リーズも1、1、2、3、4、5、全部上がってる。6、はい、すごい、もうこれ。はい、強すぎる。ないよ、今側は。やっぱパワーストーンいっぱいつけてるからね。そうですね。かなり強いですね。てか、強すぎる。さあ、何でもかんでも上がる状態に今入ってますよ。何でも上がりましたね。ああ、集中してる顔ができません。さあ、急に手が腐りましたね。ねえ、何があったんでしょうかね。
やっぱ、はい、この曲終了です。時間もないし、もう見てられへんともね、はい、運営さんからもストップが入りました。この曲でラストですね。で、皆さん見ているのだろうかと。いや、もうね、おそらく見てないですね、みんな。誰も見てない。はい。こんな可愛い子たちが一生懸命話してる。いや、可愛いですけど、ガム食ってたり、ね、あの手順むちゃくちゃやったりでね。手にジャラジャラつけてたりとかね。まあね、けど逆に言ったらね、伸びしろがね、皆さんめっちゃあるんで。そうですね。浜崎さんが麻雀を教えがいがありますよ、これは。そうですね、中前さん。はい。どうやって教えたらいいかわからないんですよ。麻雀またガム食うてる、またガム食うてる。うん、何個もね、いやいやいや、ちゃうねん。ガム食うてる。ガム口の中で膨らますなや。ちゃうねん。ちゃうねん、ちゃうねん。ガム食うてるから。じゃあ誰も見てへんねんもん、それ。俺らしか見てへんから。ちょっと、竹取りの大きなやんか。リクちゃんはお姫様感がありますね。かぐや姫ですね。かぐや姫っぽいですね。竹から出てきた感じしますね、すごい。よく見たらね、リクちゃんこれ姫カットですね。そうですね、これ多分月に帰ろうとしますね、完全に。さあ、またテンパイ。さあ、ボソペ。ごペ。さあ、もうね、これテンパったらね、何でもかんでもリーチしてるだけなんで。うん、けど、ボソペはありやな。誰が神？ガム君ですか？アイちゃんです。アイちゃん。ずっとガム君ながらゴシゴシやってる。ウルグちゃんね、なかなか上がれないですね。さあ、これね、皆さんも危ない。どっか行こうとするので、あの、で、この後ね、あの SBA 杯の、あの、さあ打ち上げがあるんで、そう、それの準備の方に皆さん取り掛かられましたね。さあ、うん、そうで、さあこれね、意外にこのね、辛口っていうのもね、意外にやってみてあれですけど、難しいですね。難しいです。はい。なんかこう、ディスるのと辛口。そう、ディスるのと辛口はね、絶対ちゃうんで、ね、あの、僕ら多分ちょっと間違えてますね。そうですね。はい、これはね、あの、ちゃんと謝っていきましょう。すいませんでした。すいませんでした。さあ、終わりです。じゃあそれでは、皆さん持ってきてもらってね、最後の対局の一言だけいただいて、はい、これはね、逆に女の子たちがかわいそうでした。そうです。こんな麻雀打たされて、ディスられて、浜崎さんのね、ディスがもうね、いかつかったんで、僕はもうフォローするにいっぱいいっぱいでしたけど、いやいや、僕ディスってないですよ、一言も。もうそれは配信見たらわかるんで、観念しなさい。かしこまりました。まあね、けどみんなね、麻雀好きでね、そうですね、ああやってね、楽しく麻雀打てるっていうのがね、まあ、素晴らしいことやなと思いますし、さあね、もうこのエキシビジョンになってからもうほぼ全然コメントがもありませんね。はい、最後挨拶して。じゃあ、今リンパイのお三方が今帰ってきました。さあ、ガム食べてね、配信とか対局するのだけちょっと、いや、バレてました。ずっと顔抜かれたんで、くちゃ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 。ジャフェさん、顔は絶対抜いてないって言ってた。いや、ずっと抜かれてました。ガム、はい、なんでガム食いながらやってんねん、あいつと。舐めてんのか、それ。すいません、すいません。そう、高野菜、高野菜。抜いて、なんかいっぱいなんかジャラジャラついてるし。いや、もう急すぎたんで。リクちゃん、ローソンとケソやってもった。ちょっと緊張した、やっぱり。あーってなった。なりました。いや、リクちゃん、ずっとやってましたもん。そうやな、いきなりな、やっぱこういうとこ座ってやれって言われてもな、緊張するからな。そうですね。前も慣れへんし、そうですね、静かな空間やし、どういうまで打ったらいいかも分からんしな。分かんないです、はい。まあ、自分らしさということで、さあ、いきなりね、縦が少ないやなと思いました。そうですね、なんか、どっちかというと横寄りのね、あ、縦寄りの打敗選択が多かったかなと思いましたけど。そうですね、そりゃそうです。見られてないときめちゃくちゃいますから。やっぱ僕らも嫌われたくないんで。はい。後で配信見られたら、後で LINE とかでお前がげせよってくるんですよ。それは多分ブロックと思う。じゃあ、あとはもう、リンパイ代表戦。はい。で、感想戦みたいなのやっといてください。ちょっとやっといてもらって。あの時どうやったな、みたいな。長い間、10日間ですかね。10日間、最強戦、SDA 最強戦、お付き合いありがとうございました、皆さん。ありがとうございます。ですね、優勝は、スターセブンさんに決まりました。次はですね、8月1日の SDA 杯、皆さん、去年2回目、第2回になりますね。はい、になります。SDA は今年で1年目になりますが、皆さん、これからも温かく応援よろしくお願いいたします。皆さん終わらせていただきます。お疲れ様でした。